ひでちゃんチャンネル。どうも皆さん、はじめまして、こんにちは、こんばんは、ひできです。本日はですね、僕のインスタグラムの方で先日質問を募集させていただいたので、今回そちらに一問一答スパスパとテンポよく答えていきたい、そう思っております。もうね、マイフルなんかいらない、早速いきましょうね。本当にありがとうございますね。質問たくさん届いておりますんで、もうね、NG なし、そしてね、下見なしですね。下見して、これはどうやって答えようかな、これはこうやって答えようかな、そんなの一切なし、考えなく、ストックなく、即興で答えていきたい、そう思っております。よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。絶対出てみたい作品はどんなのがありますか？藤原竜也さんが好きでして、藤原竜也さんが出る系の、なんかちょっとこう非現実的なやつも出たいですね。なんでだみたいな、バトルロワイヤル系、好きですね。いいですね。ファンってどんな存在？かけがえのない存在かな。これね、第1回の質問コーナーでも言ったと思うんですけど、本当にね、皆さんがいないと今の僕はないんで、とてもとてももうありがたい、もう本当に感謝です。感謝感激雨あら。好きな俳優さんはいますか？まあ藤原竜也さん、山田孝之さん、阿部サダヲさん、この辺りが好きですね。女優さんでは満島ひかりさんが大好きでございます。一番好きな食べ物は何ですか？一番を決めるとなるとなかなか難しいんだけど、まあ一番は白米で、まあおかずとかになってくるとコロッケとかラーメン、カレー、ハンバーグ、子供が好きそうなやつ。プラスして中華はね、好き。一人でランチとか行くってなった時はまず中華探すね。チェ中華とかもね、そっから生まれてますからね。食べ飲みをほだい3000円ね、やらせていただいております。身長、体重、あ、身長、体重、血液型、出身地教えてください。身長が172センチ、体重60キロ、血液型は A 型、家族全員 A 型、出身地は神奈川県の茅ヶ崎市湘南と言われていて、サザンオールスターズがレペゼンしております。とても海が、素敵、まあ綺麗とは言えないけど、いい海がある、そんな茅ヶ崎でございます。一番欲しいもの、買えるものは何？ドラム式洗濯機あとはアメリカンのバイクが好きなんで、いつかね乗りたいとか思ってますし、あとはやっぱ車がね、雨の日とかちょっとバイクね慣れちゃうんで、 PM 丸なんで、やっぱ車がいいですね。車はね、セダンとかが好きだったんだけど、大学生の時はマーク X とかジャガーとかアウディとか、やっぱ SUV 系、ちょっと後ろボコってなってるのがいいなって最近は思ってます。野球の荷物を置けるから、置きやすいからです。フォロワーが増えて変わったことは何ですか？まずお仕事をいただけるようになりましたね。さらに、まあ今までもお仕事はねいただいたんですけど、広告のお仕事とかね、あと舞台とかね、やらしい話ね、やっぱり舞台やってね、来てくれる方多くなって、やっぱちょっとギャランティーの方もね、ちょっとはいピンハネハネで、はい、ギャランティーの方も、まあ、少しだけね、はい、上がらせていただいて、すいません、本当に。いや、でも、本当に仕事の幅が広がったっていうのと、あとは僕の目から、僕の視界から、こう、見えない方の支えとまではおこがましくて言えないけど、なんかちょっとこう、一日の数十秒のそばに入れる。そばにいたいよ、君のためにできることが。僕にあるなら。はい。役作りで心がけていることはありますか？役作りで心がけていること、まずはセリフを大前提として全部折る。その上でその瞬間生きる、喋る。別にセリフ次言おうじゃなくて、こう相手から何かセリフが言われた時に、その時のキャラクター、その時の役の感情で覚えてたセリフが出るっていう風には意識してます。俳優なんですか、芸人なんですか、何なんですか？俳優だよ、俳優だよ、芸人じゃないよね。まあ、芸人さんリスペクトしてますしね、芸人になりたいなっていう思ってる時期もありました。はい、まあそれも高校とかね、中学の時ですけど、
でもよく言われます、芸人さんですか、はい、まあネタやってるからね。嬉しかったのが、芸人の知り合いの方に TikTok やり始めてバズり始めた時に、芸人より面白いことやるのやめてって言ったのがすごい今でも残ってて、めちゃめちゃ嬉しいなって思ってます。はい、あと6月ぐらいかな、15秒音っていうネタ番組にもね、目には目をくんとして出てました。はい、目には目をくんですね。はい、目には目をくん、まあまあ、これって匿名ですか、言ってやろうか、晒してやろうか、ありがとうございます。質問、今年1年で一番高い買い物は、あ、バイクの修理費実家からバイクを 7,8 年ぶりぐらいに持ってきて、でタイヤとか壊れてたし、バッテリー全交換とかオイル全交換みたいなのしたんで、それは結構したね、5、6万、7、8万ぐらいしたかな。うん、です。今までで生きてきた中で一番の大怪我。ありがたいことにあんまり大怪我してないんだけど、まあ、野球の時に、こう小指骨折、スライディングしてどっちか骨折したっていうのと、あとは今でもあるけど、椎間板ヘルニー。これだけは許せないって食べ物、おは飲み物、教えて秀樹。キノコ。あとトロトロ系、ネバネバ系、トロロとか里芋とか、そういう系が許せないの。キャラ作りすごいです。どんな時に思いつくんですか。お手入れ、お風呂、寝る前、何でも、歩いてる時、いろいろあります。あとはそのコメントいただいたりとかして、あ、このコメント再現したいなとかもありますし、そう、過去の経験もあるし、でもまあキャラ作り含めて、なんかこうお笑い系のコメディ系のこう土台を作ったのは、僕の昔読んでた漫画ですね。ボボボボボボとか言えてた今、ボー足んなかった今。ボボボボボボボとか、言えねえな。ボボボボボボボとか、ピュートフクジャガーとか、そういうギャグ漫画、浦安鉄筋家族とかをたくさん見てました。ネタはどこから思い浮かぶんですか？全部面白いのですごいです。ありがとうございます。こうなんか何もしてない時とか、歩いてる時とか、あとは飲食店行った時とかに周り見たりして、電車乗ってる時に周り見たりして、人間観察は欠かさないようにしてますね。それでこう思いついたりとか、変に考えようとして考えると考えられないので、考えないようにしてますどうして秀樹さんの動画見たら無意識に笑顔になれるんですか。笑顔のパウダーがかかってんで。意味わかんないですね、すいません。年はおいくつですか。29歳、拳で。あ、今年で30歳ですね。12月31日、大晦日男なんです。私は第二形態の謎の魚が好きなんですが、秀樹さんは第何形態が好きですか。これ千葉ロッテのキャラクターのこと言ってると思うんですけど、多分僕別に魚はそんなに好きじゃないですね。はい、まあ嫌いでもないですけどむしろもし僕が謎の魚やるんだったら、もっとこう面白いパフォーマンスとか、あとマイクの使い方、ちょっとマイク聞こえない時あるんで、謎の魚くんなので、僕だったらこうするなとかはいろいろあります常に面白い、共感だらけ、ありがとうな。ありがとうございます。質問ではないですけどね。ありがとうございます。 TikTok で出してるようなキャラたちをサブチャンネルで YouTube ショーツやってくださいちなみにもう YouTube ショーツ始まってるんですよね。ごめんなさい。これもう見てる方多分わかりますよね。はい。サブちゃんとかじゃなく、一緒ちゃんでやってます。一緒ちゃん。大場ひとくんが好きすぎるので結婚してください。うわ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 。お気に入りのほくろはありますか？かっこ顔面以外。またどこですか？ないですね。ここだな。唯一無二。前にも聞いたことあるけど、なんで俳優目指したの？これはですね、中学校ぐらいの時から人前でこう一発芸とかやる機会があったんですよね。野球部だったんで。それでこう人前出てなんかやって、リアクションがこう返ってくるとか、笑ってくれるとか、喜んでくれるとかね、そういうのがすごいなんかこう快感というか嬉しさを覚えて、そっから人前に出たいなと思って、でお笑い芸人か役者か、あと教師か迷ってて役者になりました。ちなみに役者になるきっかけは、進路迷ってる時にお姉ちゃんに相談して、あ、おかりえちゃんですね、ここら辺にじゃあ出しておきますかね、おかりえさんに聞いた時に、面白い俳優さんになればって言われて、あ、確かにそれだったらこう笑顔も届けられて、でお芝居もできて、でもしかしたら教師役とかいつかやるねっていう感じになって、役者目指すようになりました。お休みの日はどんな風に過ごしてますか。草野球ですね。はい、野球好きなんで、あと野球見に行ったりも千葉ロッテマリーンズのしてます。はい、秀樹さん毎日好きです。女装の衣装は何着ありますか。6、7着ぐらい。ファンの方にもらったチャイナドレスがあるんだけど、それはまだ着てない。スカイケイコさんは秀樹さんのお姉さんに似てたりするんですか。なんてやんないよ。お
かりえは今後やってみたいことは何ですか？お仕事でもプライベートでも。お仕事はもちろん映画出たりとかドラマ出たり、その映像系もどんどんやりたいですし、プロの球場で試合してみたいですね。草野球でも公式戦があって、その公式戦の決勝とか行くとプロの球場でできるんで、そこ今目指してます。今ハマってるものは野球です。草野球、千葉ロッテマリーンズファイティ。あとは TikTok にはずっともうズブズブですね。どの事務所に所属されてますか？今は一応業務提携となってるんですけど、 STPI 株式会社という配信に強い事務所に入っております。ショールームの毎日配信ずっと続けてたんですけど、そのショールームの配信見てくれた社長さんが、まあスカウト的なことをしていただいて今に至ってます。もし新しく増やすならどんなキャラクターですか？やっぱりあるあるプラスネタをこう掛け合わした面白い、みんなにこう愛されるようなキャラを作っていきたいと思っておる。登場人物の名前やネタはどうやって考えていますか？名前は内容とタイトルを考えた上で後から作ることが多いかな。たまにこの名前でキャラ作りたいっていうのもあるんだけど、基本的には内容とかタイトル決まって、セリフとかも決まって、でそっからじゃあこのキャラの名前なんだろうなってこう後付けた、あ、後付けパターンですね。数学の教員免許持ってるってことは今でもサクサクと問題を解けちゃったりする？しない。復習が大事ですね、何事においても。最近よく聞く音楽は何ですか？ずっと応援してます。ありがとうございます。鈴木が一押しですね。はい、僕のリア友トムがそうなんですけど、あのセナ君もね一回会ったことあるんですけど、そう、あ、2回かな、うん、今あの TikTok で海のリビングっていうのがねバズりすぎててとてもいいです。どの曲も素敵ですよ、うん。一番お気に入りのキャラクターは誰ですか？ちなみに私はオーバーヒートとハニワハオがお気にです。なるほどな、これ難しいんだよね。うん、いやもちろんサイコパスローとかメニワくんとかね、たくさん大場くんも好きだし、いろんなキャラクター好きなんですけど、やりやすいのと、あとは一番登場回数が多いっていうので、まあ本音漏れたくんですかね。なんかこう本音を漏らすっていうのだけなんで、だけって言ったらおかしいな、応用が効くんだよね本音漏れたくんって。あの YouTube の企画でもそうだけど、本音漏れたが何とかするみたいなのがやりやすいから本音漏れたが好き。復帰しても許してくれますか？お前の家はずっとここだ。動画のネタって実体験ですか？ネタは実体験じゃないけどねあるあるは実体験がほとんどですけど、ネタは僕が考えてます。あとオチとか結構大事にしたいというか、まあそんなね綺麗なオチ毎回無理ですけど、なんかこう最後終わる時に、はい、これでこの動画終わりみたいな決まりは欲しいです。逆に質問ありますか？なんでその質問したんですか？憧れの人はいますか？やっぱ山田孝之さん、藤原竜也さん、阿部サダヲさん会いたいですね。一緒にお仕事したいです。新しいキャラ作るときどうやって作ってますか？実際にいた人を参考にしていたりしますか？しますね。もう 100% 98% ぐらい実際この人いたんだけどみんなどう思うみたいな投稿もするし、もうゼロ 0% 全くこんな人いないけどいたら面白そうだなっていうニュアンスでキャラをこう作るときもあります。秋の味覚何が好き？いろいろ好きですけど、キノコは嫌いだね。でも松茸は美味しいと思うんだ、高いから、うん、あと栗ご飯。ご飯食べた？一番キンキンに食べたのはラーメン、インスタントラーメン。体に悪いねちゃんと気をつけます。今までびっくりしたもしくは面白かったエピソードを教えてください。まあ面白いってわけじゃないけど、びっくりしたのは TikTok でメニワくんがバズって朝起きてパッて見たらフォロワー様が5000人ぐらい増えてたのはびっくりしました。はい、ということで質問に答えていきました。皆さん質問本当にありがとうございました。皆さんどうでしたか？秀樹のことね少しは知っていただいたと思うんですけど、今後もねあのなんか質問とかあればね、なんかこう言っていただけたらまたね第2回とかやるんでよろしくお願いします。あとあのライブ配信ね、 YouTube ライブもなんか今度やりたいなとか思ってるんですけど、基本的にはあのショールームとあと TikTok ライブでやってるんで、そちらでねあの生でこう聞いてもらえるともう即興でねその時また答えるんでよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。やっぱ高評価ってなんだったら動画開いた時にまず高評価押してくれたりすると後々忘れないよね。終わります。また見てください。バイバイ。